はいどうも、平成です。どうも、岡井です。今日なんですけども、はい、ナイキのボット対策なんですけども、はい、なんか新しくいろいろ情報出てきてるんですか？そうなんですよね。はい。その報告っていうのが出てきてるんで、うん、はい。まあ、僕頑張ってますっていうふうな、まあ、報告が出てきてると。あ、そうだ。いうことなんですよね。はい。その他陸情報があるんですかね。そうですね、はい。僕らが気になってるクロットと、うん、フラグメントのナイキダンクロのコラボありますよね。はい。ちょっと続報が出てきてるんですよね。あ、そうなんです、ね。発売の時期とか出てきているんで、ちょっとそれをお伝えしたいなと思うんですけど、うん、はい。はい。このチャンネルでは、それからファッションに関する陸情報や最新のニュース情報を動画でお伝えしているチャンネルとなっております。チャンネル登録もお済みでない方は、この機会にチャンネル登録のよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。はい。我々 Twitter と Instagram やっておりますので、概要欄の方にリンクの方がありますので、気になった方の方よろしくお願いいたします。それではまず最初です、ね、そうですね。ナイキランクハイのウィメンズ、はい、プラムエクリプスですか？はい。こちらの方がですね、ウィメンズなんですよね。はい。はい。以前に製品ショットで室内撮ってる写真をご紹介されてもらってるんですけど、うん、ナイキの旅行写真が出てきまして、まあ、発売が近いんじゃないっていうことなんですよね。うん。カラー的に以前紹介した時に、秋っぽいよなっていう話をしてたんですけど、はい、まあ、本当に発売が近いんじゃないかということで紹介されたんですけど、まあ、カラーの方がね、うん、サンのあるマルーンのカラーじゃないですけど、で、一部サッシ色で、スッシュの部分であったりは、アウトソールの部分がこれバリアのカラーって言うんですよね。はい。はい。で、これウィメンズなんですよね、これね。そうなんですよね。そうなんですよ。はい、なんか秋に出るのかなと思いつつも、はい、なんかね、そろそろ発売みたいな感じなんですね。なんか春夏っぽくないっすよね、これね。まあまあ、そうですよね。そうなんですよ。はい。で、続いてもね、ウィメンズなんですよね。はい。で、ナイキダンクローのウィメンズで、アンロックユアスペースですね。はい。こちらの方が、また発売が近いんじゃないかということで、海外のスニーカー掲載に紹介されたんですけど、うん、一応これ、夏頃って書いてるんですけど、うん、海外の一部 EC サイトの方ではこれ販売されてるんですよ、ね。あ、そうなんですか。そう。これで日本の方でも発売来ると思うんですけど、うん、まあ、このウィメンズのナイキダンクローで、ちょっと面白いのが、これ外側と内側のカラーとか違うんですよね、これね。そうなんですね。そうなんですよ。はい。で、全体的に使われている感じっていうのは、これグラデーションになってまして、この外側のスーシュと内側のスーシュはグラデーションなんですけど、外側と内側ではカラーも違うんですよね。そうですね。外側の方が、はい、紫とブルーのグラデーションになっていて、内側の方がホワイトとブルーのグラデーションになっていて、そんな感じですよね。あ、そうなんですよ。はい。で、アッパーのあたりを見てもらいたいんですけど、外側と内側ではまたちょっとカラー変わってるんですよね、これね。そうなんですよね。はい。で、アンロックユアスペースっていう通称の名前ついてるんですけど、うん、まあ、そのね、感情を表している、このシューターの単独見てもらいたいんですけど、うん、はい。まあ、カメラでね、こう、なんつうかね、フォーカスを合わせるじゃないですけど、うん、スーシューにフォーカスを合わせてるような感じのデザインになってるんですよね。あ、そうなんですよね。はい。アウトソールがこれクリアソールになってるんですけど、うん、このカラーに関してはまあ確かに春夏っぽいよなって感じですよね。そうですね。はい、まあ一部も発売してる店とかあるみたいなんで、そうなんですよ。はい、続いてなんですけど、はい、クレーンショースケートクラブとナイキ SB ダンクローのコラボ続報ですね。あ、そうなんですよ。持ってらっしゃる方の投稿で、まあ全体側頃の写真がいくつか出てきてるんで、うん、見てもらいたいんですけど、ちなみにこれ10月頃発売じゃないかっていう話があったんですけど、うん、アリクアカウントサイトは2ヶ月後って言ってたんで、もしかしたら夏頃にリリースされるのかなってちょっと思ってるんですけど、うん、なるほど。ロサンゼルス出身のトビー・マッキントッシュがやってるクレーンショーンスケートクラブなんですけど、まあ、それとナイキ SB ダンクローのコラボで以前から紹介されてもらってるんですけど、このサイケっぽいデザインの部分っていうのはこれクラックレザーなんですかね、これね。そうなんですよ。スクーボックスとサイドパネルっていうのはこれセールの柄になってるんですけど、うん、これはセールなんですよ。そうなんですよね。はい。で、同じ、シューターの部分も同じカラーになってるんですけど、これはナイロンになってまして、うん、で、シューターの部分、これ左右で、またちょっとデザインが変わってるんですけど、タンタグの部分が。片方は CSC っていう風に入ってまして、もう片方はナイキ SB って書いてるんですよね。はい。はい。で、かかとの部分ちょっと見てもらいたいんですけど、同じく片方はナイキって書いてまして、もう片方は CSC って書いてるんですよね。うん、はい、これクレーンションスケートクラブの略になるんですけど、はい、はい、インソール見てもらうと、インソールに、ナイキ SB で書いて上から文字がでっかく入ってまして、うん、これクレーンションスケートクラブって書かれてるんですよね、うん、はい、で両方ともこれカラー違うんですよね、これね、インソールね、なんかサイケっぽいデザインなんですね、ここ。そうなんですよね、はい、この一足ちょっと気になるんで、うん、欲しいなと思ってるんですけど、具体的には日程といいますかっていうのは出てきてないんですよね。そうなんですよね、はい、これね、結構僕は発売されて欲しいなと思ってるんですけど、はい、まあ、SB 系っていうこともあるのと、あとまあ日本でね、発売されるかどうかとか情報がね、全然ちょっと出てきてないので、はい、まだそのあたりもね、若い子で、まあね、ちなみに今日発売されたスケートボードショップの方で、うん、ハリとナイキ SB ダンクローに関しては、うん、ちょっと当たってなかったですからね。まあ、そうですね。
そうなんですよ、はい、で続いてなんですけども、クロットとフラグメントとナイキダンクローのコラボなんですけども、続報が出てきてるんですか。そうなんですよね、はい、まあ、こういったふうに、うん、イーソンちゃんのインスタグラムの方に、まあ、投稿があったんですけど、うん、まあ、今後発売が近いんじゃないかと思わせるような投稿がありまして、まあ、T シャツを着てるね、こういった投稿であったりとか、あと藤原仁さんの方も自ら今回クロットとフラグメントナイキダンクローのコラボを、ね、手に持って上げてる写真とかあったんですよ、はいはいはい、こういうのやるってことはそろそろ発売近いのかなと思ってたんですけど、そうですよね、はい、ちなみにこれフランスの僕がよく見てるウィークアカウントサイトの方が、うん、その月に発売されるカレンダーっていうのをやってるんですよ、はいはい、で5月の1日付でやってたんですけど、これね5月の26日にヨーロッパの方で発売されるんじゃないかっていうふうなことが書いてあったんですよ。ああ、そうなんですね、はい、ただこれ韓国のウィークアカウントサイトがこの間言ってたんですけど、うん、ちょっと今見てもらいたいんですけど、うん、5月の中旬に発売予定って言ってましたね。えらいさっき早くなっちゃった、ね、あ、そうなんですよね、うん、はい、フラグメントは日本のブランドなんで、まあ、これ今回クロトとコラボしてるとはいえ、まあ、日本での発売は少し早いのかなと思ったりするんですけどね。なるほど。今の5月中旬じゃないかって言われてる中、エイソンちゃんが結構ねあのインスタの方でプロモーションしてます。動画とかも結構出てるんですよね、プロモーション用の、はい、はい、で T シャツであったりとか出てきてるので、おそらくこのナイキスビダンクローが発売されるときに、まあ、アパレルも出ると思うんですけど、そうですね、はい、5月中旬なんでもう 2,3 日したら何か情報出るんじゃないですかね。そうですよ、だと思うんですよ、来週の話ですからね。そうなんですよ、はい、はい、で続いてなんですけど、昨日もお伝えしたエアージョーダン5のバーガンディなんですけども、はい、こちらは9月の9日発売予定なんですけども、そうなんです、続報がアップデートされたんですか、はい、また新たに持ってらっしゃる方の投稿で、うん、まあ、室内で手に取ってる写真があるんでちょっと見てもらいたいんですけど、うん、これが2006年に発売されたエアジョーダン5のバーガンディの一応復刻になるんですよね、はい、はい、まあ、カラー的にはいつもやさせてもらってるんですけど、まあ、秋っぽいよなっていう話を、まあ、させてもらってるんですけど、うん、はい、バーガンディのカラーが使われてて、で、まあ、シューターの部分はリフレクトでシルバーのカラーになってまして、シューターの裏もこれシルバーのカラーになってるんですよ、ね、そうなんですよね、はい、だと思うんですけど、まあね、あんま前でエアジョーダン5のコラボもホリデーシーズンに控えてるんで、うんうん、そうなんですよ、エアジョーダン5なんか買ってないんですけど、そうですね、あれ実物も出てきてるんですけど、あ、そうなんです、ただねライトボーンのカラーだけ実物チラ見せで全体の写真ないですよね、うん、あのバーガンディの方も、はい、ただはっきりとしたね、セミナーだとか出てきてたんで、ね、ちょっとそのあたりがね、はい、頭ちょっとね、あの早く全貌が、ね、明らかになってほしいなと思うんですけどね、はい、まあ、分かったことはソックスライナーが、うん、まあ、キルティングじゃないんだなっていうことですかね、あ、いつもねアママニエが、ね、キルティングになってるんですけど、今回はそうじゃなさそうだというところなんですよね、はい、まあ、冬に発売されるんだったらキルティングでもいいんじゃないかなと思ったりするんですけど、そうですよね、はい、はい、で続いてなんですけども、エアージョーダン1ローのクワイ54ですね、です久しぶりですね、はい、クワイ、そうなんですよね、はい、クワイ54と、うん、まあ、ジョーダンブランドとのコラボで、まあ、ちなみにクワイ54っていうのは、うん、まあ、パリで行われるソリッドバスケの大会のことなんですけど、うん、もうその大会がね行われる時期に、まあ、ナイキからいろいろねコラボで発売されるんですよね、うんうん、はい、で7月の1日と7月の2日に今年は開催されるんじゃないかっていう海外のスニーカー掲載で書いてたんですけど、うん、それに合わせてですねこういった風に、まあ、今年発売されるモデルはこれだということで紹介されたんですけど、なるほど、エアジョーダン1ローなんですよねこれね、うん、はい、真横から見てもらうと一瞬ブラックドゥーにも見えるような感じなんですけど、うん、そうですよね、上から見ると片方が、ね、思いっきりブレットに見えるんですよね、うん、なるほど、そうなんですよ、はい、でもう片方は、ま、左右でカラーが違ってまして、左は、トゥーボックスの部分がレッドになっているんで、まあ、ブレッドっぽいと言いますか、うん、これトゥーボックスがクラシッククリーンのカラーになっているんですよ、うん、使われている素材っていうのはこれホワイトの部分にない精度なんですよ、そんな感じにも見えますね、はい、うん、サイドパネルの部分はこれホワイトになっている部分っていうのはこれスムースレザーなんですよ、そうですね、はい、でかかとの部分に一つはウィングローになってるんですが、もう片方に関してはこれクワイ54のマークが入ってますよ、ね、うんうん、でシューターの部分にも一つは、ジャンプマンロゴになってるんですが、もう片方はクワイ54のマークになってるんですよ、ね、はい、はい、まあ、こういったものが今後リリースされるということで、おそらくまあ夏に発売されると思うんですけど出てきてましたね、はい、で続いてなんですけども、エアジョーダン 1KO ローのブレッドですね、こちらが7月の1日発売予定と、そうなんですよ、ね、いうことで情報がその後アップデートされたんですか、はい、体にまだ持ってらっしゃる方の投稿が出てきまして、はい、まあ、室内に載ってる写真なんですけど、7月1日発売予定で AJKO1 ローのブレッドなんですけど、うん、まあ、この間ねエンドクロージングの方で、まあ、ケンタッキーのようなカラーと、まあ、シャドウのようなカラーが発売されたばっかりなんですけど、うん、4月1日予定で、まあ、発売、これちょっといいなと思ってるんで、うん、まあ、買おうかなと思ってる一足なんですですけどね、はい、これスウッシュの部分とかかとの部分がレザーになってまして、うん、まあ、それ以外はこれキャンバス素材なんですよね、そうなんですよね、はい、まあ、このカラーやっぱいいっすね、ブレッドなんでね、まあね、
人があのパンダから、ね、ああそうなんですね。1985年のエアジョーダン1ハイの、まあ、OG といいますオリジナルのカラーを、うん、AJKO1 ローで今年こすり出してるんですよね。そうですよね。そうなんですね。まあ、他の色出るんじゃないかなと思ってるんですけどね。出るでしょうね。続いてなんですけど、はい、エアージョーダン1ハイ OG の UNC2 ですね。こちらが7月の8日発売予定なんですけども、はい、その情報がアップデートされたんですか。あ、そうなんですよね。こういった風に、まあ、いろんな角度で写真ができてるんですけど、うん、これね、よく見るとオフィシャルルックって書いてるんですけど、うん、これナイキが出てきてる公式の写真じゃなくて、うん、おそらく小売りで発売された時に使われる、まあ、製品書といいますか、はいはい、だと思うんですけど、うん、はい、僕らこの一足めっちゃ欲しいんですよね。そうですね。そうなんですよ。はい、去年発売されたエアジョーダン1ハイ OG の、うん、まあ、タクシーのね、まあ、黄色のカラーの部分をブルーのカラーに、まあ、変えてるじゃないですけど、うん、はい、まあ、欲しい一足で7月発売予定で、まあ、こういったふうにおそらくその小売りでの発売の製品ショットになると思うんで、今後まだ情報が出てくるんじゃないかなと思うんですけど、これナイキの公式写真ないんですよ、これね。ああ、そうなんですね。はい。はい、まあ今後ね、ちょっとあの抽選情報とかね、いろいろ出てきたら申し込みまくりたいなと思うんですけど、ね、そうなんですね。はい、まあでも2ヶ月ぐらい先の話ですからね、これね。まあそうですね。そうなんですよ。はい、続いてなんですけども、音楽情報ありますかね。そうなんですね。久しぶりですよね、はい。ちょっとね、今日インスタグラムで結構これ良かったっていう話をさせてもらってるんですけど、うん、おととい金曜日ですよね。うん、新作がたくさんリリースされまして、うん、まあ、ちょっと見てもらいたいんですけど、例えばエド・シーランの新作であったりとか、うん、あとスマッシング・パンプ・ギーズの新作であったりとか、うん、あとザ・レモン・ツイックっていう、まあ、サイケポップやってる兄弟の新作であったりとか、うん、あとちょっとこれがちょっと紹介したいんですけど、うん、サブトラクトって言われる、うん、まあ、ロンドンベースに活動してる、まあ、プロデューサーでもあり、まあ、ミュージシャンになるんですけど、うん、はい、まあ、やってる音楽っていうのはクラムミュージックで、うん、2011年に、彼はデビューしてるんですけど、うん、その時アルバムのジャケットなんですけど、うん、本人自身もあの DJ やったりとかパフォーマンスする時も藤岡に来てたんですけど、はい、今見てもらってるこの写真のね、仮面をつけたままプレイするんですよ。ああ、はい、そうなんですね。で、そんなね、彼が2014年以来にリリースする7年ぶりのアルバムが出たんですけど、うん、ザ・ラッド・ロードって言われる、ね、アルバムが出たんですけど、はい、めちゃくちゃ良くて、はい、まあ、どう良かったかと言いますと、イギリスのね、エレクトロミュージックと言いますか、うん、クラブミュージックを全てジャンルをなんか網羅しているような感じのアルバムで、うん、で、これ、そんだけ網羅してるんで、うん、曲数がめっちゃ多くて、うん、22曲入ってるんですよ。多いっすね。はい、一応これアルバムで言うと、うん、2枚組っていうふうに書いてました。あ、そういうことなんですね。そうなんですよ。はい、そんな彼の新作のこの、ザ・ラッド・ロードなんですけど、うん、まあ、ダブステップであったりとか、アンビエントであったりとか、うん、サイケっぽいハウスであったりとか、まあ、ちょっとジャジーな曲であったりとか、うん、これね、トロイ・モアっていう、ヒアレスが好きなミュージシャンがいるんですけど、はい、彼が参加してるんですよ。ああ、そうなんですか。そうなんです。で、彼が参加してる曲で4曲目で、まあ、他の曲にも参加してるんですけど、Days Go By っていうシングルがあるんですけど、うん、これめちゃくちゃ良くて、あ、そうなんです。なんか現実逃避感のある、うん、まあ、シンセサウンドといいますか、うん、これ聴いた瞬間にこうむちゃくちゃいいなと思って、うん、で、アルバム自体も、まあ、コントロールモアとやってる曲っぽい感じがいっぱい入ってるわけじゃなくて、まあ、いろんなジャンルのね、まあ、クラブミュージックといいますか、音楽が入ってる、1枚というか、まあ、これ2枚組なんですけど、うん、まあ、そんなね、サブトラクトの新しいアルバムが良かったんで、これ僕らの YouTube の方に、まあ、YouTube の方で今一部聴けるんで、うん、それの URL と、あと、Spotify であったりとか、Apple Music の、言われる貼っときますんで、うん、ぜひともね、ちょっと聞いてほしいなと思ってるんですけど。もう後で聞いてみます。はい。車乗られる方で、何かちょっとね、かけたいなっていう方がいらっしゃったら、うん、これちょっとお勧めしたいんですけどね。いろんなジャンルの音楽が入っているんで、しかもかっこよかったんで、めちゃくちゃ。そうなんですよ。はい。もうお勧めしたい、ちょっと1枚なんですけどね。はい。はい。続いてなんですけど、小ネタですか、フットロッカーですか。そうなんですよ。こういった風に、フットロッカーに入る前の、うん、まあ、なんていうんですかね、写真の投稿といいますか、うん、インスタグラムのストーリーズがあったんですけど、で、いざ、これ海外なんですけど、うん、フットロッカーに入ると、まずね、こういった風に、エアジョーダン11のチェリーがセールで余ってたってあったんですよね。うん、まあ、これもね、何回もね、リストが出てますから、ね。あ、そうなんですよ。おそらくね、はい、まあ、もう100万足とか作ってたんかもしれないですね。あ、そうなんです。149ドルというふうになってまして、うん、で、それ以外にも、店内にこういったものが余ってたよっていうことで、あの、写真があったんですけど、うん、僕がこの間にユーズの方で買った、エアジョーダン1ハイ OG のウィメンズのウォッシュとピンクありますよ、ね。はい。があったらしいんですよね。余ってたんですね。みたいなんですよね。なるほど。フットロッカーの方に余ってたということで、うん、あ、まあ、これが的にちょっと紹介されてもらったんですけど。なかなかね、はい、日本では買えなかったも、海外で余ってるという事象が多いですね。そうなんですよね。まあ、国によってはね、スニーカーズの方に普通にあるんで、パッと買えるっていうね。うん、
羨ましいですね。そうなんです。リストックとかをまたなくても、まあ、なんすかね、気軽に買えるじゃないですか。そうですよね。そうなんですよ。はい、で、それ以外にまたちょっとポニー台になるんですけど、うん、海外のお店で、JD スポーツありますよね。はい、そちらの方で、エアジョーダン1杯用でロスアンダーのシカゴの方が、まあ、GS サイズらしいんですけど、まあ、リストック来るっていうような形で、まあ、紹介されてました。あ、情報が出てきてるってことですね。そうなんですよ。はい。はい、日本の小売の方では、エアジョーダン1、まあ、これ GS アージなんですけど、うん、ロストアンドファウンドのシャオとか、まあ、リストックの話はないじゃないですか、全然。ないですね。海外の方ではね、小売りの方で結構来てるんですよね。やっぱり、はい、あれですかね、在庫がやっぱ偏ってるというか、海外中心なのかもしれないですね。はい。はい、続いてなんですけども、スニーカーズの方ですね、こちらの方でのボット対策みたいなのが、続報でできてるんですよね。そうなんですよね。はい。この間ね、まあ、先ほど言ってたんですけど、エアジョーダン1杯のロストアンドファウンドのとこの話をやらせてもらったんですけど、4月の20日に、これ、US のスニーカーズの方で、エアジョーダン1杯用時のこのシカゴの方が、結構なリスト型じゃないですか。はいはい、はい。はい。数の方が、まあ25万足以上って言われてたんですけど、うん、その、リストックがあった後に、スニーカーズの、まあ、GM である、ルーシーっていう女の方が言うんですけど、はい、その方が、まあちょっとね、報告みたいな形で、うん、まあ、こういった文章がカイロのスニーカー掲載で紹介されたんですけど、はい、まあ、彼女曰く、毎月、来期は、うん、ボットのね、エントリーが120億件あるらしいんですって。120億件すごい言ってたんですよ。一方に人気の高いスニーカーでのリリースに関しては、うん、例えば、エアジョーダンワールドとトラビス・スコットのコラボのリマース他に関しては、うん、380万件のエントリーがあったんですけど、うん、そのうちの190万件、約半分が、うん、ボットやってらしいんですよね。すごいですね。すごいっすよね。まあでも190万件がボットじゃないっていうのもそういうね、残りますね。ああ、そうなんですよね。うん、はい、まあ、人気の高いスニーカーに関しては、割とエントリーの半分ぐらいはボットっていうふうなことを言ってたんですよね。はいはい。大気がボット対策として、うん、そういったエントリーのうち約 98% に関してはちゃんと排除してるっていうふうに報告してるんですよ、ね。ああ、そうなんですか、ね。そうなんです。100% じゃないっていう話なんですけど、まあ、98% だったらまあ防げてるのかなっていうちょっと思ったりするんですけど。逆にどんなケースやったらね、うまいことね、しのげてるんですか、ね。ああ、そうなんですよね。ああ、ただ毎月120億件のボットの、ね、エントリーがあってすごいっすよね。もうそれだけでサーバーの負荷やっぱりね、はい、サーバーもタダじゃないですからね、そうね、かかってるっていう話ですよね。はい、でそういった中でも 98% は私たち駆除してますよっていうふうに言ってたんですよね、うんうん、なるほどね。そうなんですよ。あ、まあ、最近だとね、まあ、これ日本の話じゃないんですけど、海外の小売に対してナイキの方がまあね、抽選の時であったりとか、うん、オンライン一斉販売の時に、まあ、なるべくボット対策してほしいっていうふうな、ん、まあ、通達があったっていう話とかやらせてもらってたんです。ありましたね。まあ、小売のね、ボット対策についてもね、この間の動画でも一応やりました、ね。そうなんですね。なんか規約がなんか変わるみたいなね、そうな話があったりとかして、はい、あ。はい。次ね、抽選といえば、あさって発売の、まあ、5月9日になるんですけど、うん、スニーカーズの発売やってる、エアジョーダン3ホワイトセメントリーマジンの方が、抽選なんですよね、はいはいはい。そうなんですよね。はい。まあ、これ日本のね、まあ、ナイキさんの方も言います、まあ、スニーカーズの方も、ちゃんとボット対策してると思うんですけど。そうですよね。そうなんですよね。うん、はい。ちなみにね、これ、阪急メンズ館の方で、21足だけ抽選があったんですよ。なんで21足で偉いっすか？なんか、もう、そういうお店側から言ってたんですよ。あ、そうなんですか。そうなんですよ。はい。で、それ申し込んでたんですけど、うん、今日のお昼ぐらいに、こういった感じで落選しましたって聞きましたね。まあ、21足だから、それはそうですよね。そうなんですよね。はい。まあ、当たってたらね、まあ、周辺ぶらつくのもいいなと思ったんで、うん、いいなと思ってたんですけど、落ちてましたね。なるほど。そうなんですよ。はい。まあ、5月の9日にちょっと、まあ、お会いしたいでしょうかと思ってるんですけど。そうですね。僕はね、はい、これ書いたいなと思ってるんですけど、最近ね、スニーカーズ全然書いてないんでね。はい、そうなんですよね。ゴッテム画像長らくちょっと見てないんで、ね。そうなんですよね。はい。まあ、ゴッテムの報告がね、ここでできたらいいなと思うんですけど。そうですね。はい。明日ひょっとしたらね、限定アクセスとか来てるかもしれないです、ね。かもしれないですよね。僕らのことはよくわかりますからね。わかんないですけども。あ、でも過去にね、ジョーダン3に関しては過去に1回だけね、うん、限定アクセス来てるんで。あ、ありましたね。で、変えてるんで、うん、明日は、まあ、スリーパスかわかんないですけど、うん、何かしらありそうですよね。そうですね。はい。まあ、海外の方は事前に、まあ、限定アクセスであったりとか、売られているんで、うん、エアジョーダン3のホワイトセメントリーマジュに関しては。はい。まあ、明日何か、まあ、僕らもね、この限定アクセスであったりとか、うん、縁があったりだと思うんですけど。そうですね。はい。またそのあたりもね、動画で報告できたらなと思いますので、はい、気になる方はチャンネル登録のよろしくお願いいたします。お願いします。
はい、それで本日は以上となります。ヒアレスでした。ファイルでした。さよなら。あの、ここで、あの、告知があるんですかね。そうなんですね。僕らね、うん、ヒアレスメンバーシップって言われる、はい、メンバーシップの方をしれっと始めてるんですよね。そうなんですよね。はい。はい、あの、こんなんやってますっていうのを全然告知してなかったんですよ。そうなんですよね。そうなんです、ね。まあ、この間ね、あの、ライブのね、終わりがけにはちょっと言ったんですけども、はい、まあ、初めてね、はい、あの、ちょっとずつ動画の方も投稿のね、はい、していってますのでね、ちょっとチェックしていただけたらなと思うんですけども、はい、あの、内容としてはですね、はい、まあ、あの、楽屋トークと言いますかね。あ、そうなんですよ。まあ、今やってるのは、主に、まあ、僕ら、あの、動画のね、はい、あの、生成とかね、あの、アップロードしてる最中、暇なんで、はい、その後、今日の撮影についてのね、オフトーク的なことをね、ちょっと喋ったりとかしてるんで、まあ、それをね、はい、あの、ライブでも、あの、流したりはしてるんですけども、まあ、そのアーカイブなんかも、はい、まあ、あの、まあ、限定メンバーの方で、食べていたりとかね、していますので、はい、またその後もね、気になる方、チェックしてほしいかなと思うんですけども、あの、通常のね、はい、あの、動画ではいつもリークやってるんですけども、まあ、まあ、あの、本編の方でね、はい、やってるようなリーク情報っていうのは、この限定のね、はい、あの、メンバーシップの中では、やっておりません。一切ございません。感じちゃいましたね。やってないですよね。一切やってないです。はい、まあ、あの、本当に緩くね、はい、あの、僕らの楽屋トークみたいなのをやってるだけなので、はい、まあ、あの、人もね、集まってきたら、はい、あの、限定生放送みたいなのもね、やりたいなと思ってるんですけどね。まあ、もうちょっと人が集まってから、ちょっとやりたいなと思ってるんですけどもね。はい。はい、まあ、そんな感じでね、緩く、あの、今、あれですよね、自宅で、はい、なんかいろいろあのアイテムを紹介する企画をやってるんですよね。はい、まあ、海外で買ったスニーカーであったりとか、うん、僕の自宅の寝室で、うん、ちょっと夜中に撮影してるんで、うん、こういうちっちゃい感じだったと思うんですけど、ね、見て笑ってもらうんですけど、ね、あの、自宅でね、はい、夜中に撮影してるから声めっちゃちっちゃいんですよ、ね、そろっと撮影してるんで、そろっと喋ってる感じでね。あ、そうなんですよ。 あとね、自宅の寝室のクローゼットの中に入っている服とか紹介してるんですけど、うん、はい、まあ、次 T シャツね、持ってるのとか特集で次やりたいなと思ったりするんですけど、はい、はい、まあ、緩くやってます。そうね、緩くやってるんで、まあ、またね、あの、僕ら飲みながらね、はい、あの、軽く企画会議なんかも、ね、ああ、いいっすね。メンバーシップの中でもね、やっていけたらなと思うので、はい、またそのあたりもね、気になる方は、あの、ぜひね、ちょっとご参加してほしいなと。そうです。あの、財布にね、はい、あの、ほんの少しでも余裕のある方はですね、はい、あの、ぜひともね、はい、チェックしていただければなと思うんですけど、思うんですけどもね。はい、はい。I'm sorry, but it's evident. You're on your phone 24/7. No reply when I ticked at 10 past 11. And I swear you only tell me what I wanna hear. The real thoughts buried deep beneath the love and fears. I'm in a muddle, lost inside a puzzle here. Honestly, right now I don't really see no love in here. But I saw something in you, something in us. But I can't see a future without the trust. So I'm reminiscing visions I had. Our parkers can't listen.